皆さんこんにちは。デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道色です。本日は東京大学で骨の研究をされている塚崎先生に来ていただきました。塚崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。骨免疫学の先生に聞く歯科衛生士さんのための口腔内の骨のお話ということで、今日はこちらのご質問をいただいております。歯が抜けてしまった方の骨吸収のメカニズムについて教えてくださいということで、先生いかがでしょうか。前回骨隆起のお話をした時に、力が加わる場所では骨の中に埋もれている骨細胞という細胞が、ここは力がかかるから骨を丈夫にしてくれっていうふうに骨芽細胞を働かせるというお話をしました。で、歯が抜けてしまった場所はそれと全く逆のことが起こります。例えば虫歯になってしまった方ですと、これまで光合力が顎の骨に伝わっていたのに、それがなくなってしまうということで、骨の中に燃えている骨細胞が、もうここは力がかからない骨だから、これ以上骨いらないよというふうに、この前回紹介したスクレロスチンというタンパクをたくさん分泌することになります。そうするともう骨芽細胞がそこは骨を作るのをやめてしまって、なだらかに歯骨細胞によって吸収されていって、虫歯の方は顎底が痩せていくということが起こるというふうに考えられます。ありがとうございます。先生、ただデンチャーを入れて噛んでればなんか力が骨に加わりそうな気がしたんですけど、そういうことではあんまりないですか。そうですね、ある程度加わると思うんですけれども、やはり粘膜がクッションになってしまって骨に力が加わりづらくなると思います。インプラントなんかが入っているとそっちの方が顎の骨には力が加わりやすいと思います。はい、ありがとうございます。デンチャーにならないように、虫歯にならないようにしっかりメンテナンスとか衛生士さんがケアしていただければと思いますので、よろしくお願いします。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。ご質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。